と仮装してるかな。今日は彩香お姉さんのチャリティーコンサートに参加してくれてありがとう。いい子のみんなに歌とお菓子のプレゼントを持ってきたよ。ハロウィンの時ってなんて言うか知ってるかな。そう、みんなで一緒にトリックオアトリート。それじゃあ短い時間だけど盛り上がっていこうね。はーい、みんなお姉さんのお歌どうだったかな。知ってる歌もあったかな。みんないい子でよかった。でもみんなは歌よりもお菓子の方がいいかな。トリックオアトリート、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞだよ。それじゃあ街に散らばってる制服を着たお兄さんお姉さんにいたずらしちゃってね。よし、とりあえず終わり。ちょっと休ませてもらうね。次は転校生くんたちみんなの番。今テロリストやらで大変な時だから、こんな時こそ子供たちを楽しませてあげてね。みんな、お菓子たくさんもらえたかな。また会いに来るからね。みんなも会いに来てね。お姉さんとの約束だよ。それじゃあバイバーイ。ふう、お疲れ様。ごめん、髪の毛すっごいから。それ子供にやられたの？どんな風にやられたらそうなるの？あ、お疲れ様。後で詳しく聞かせてね。でもその様子だとみんなの方も大成功ってことだよね。よかった。もしかしたら万が一って心配だったの。ノーマルマンズのこともあるし、魔法使い立場が微妙だから、私たちとフービーのみんなの絆が強かったってことだよね。なんで直さないの？なんでそのままなの？今私結構いいこと言ったのに、その頭で台無し。もう。それじゃあ子供の相手を頑張ってくれたあなたに、私からトリックオアトリート。誰もねぎらってあげるなんて言ってないもん。さ、お菓子ちょうだい。え？お菓子ないの？全部配っちゃった？じゃあしょうがないな。いたずらしていいってことだよね。